こちらがプリーツがすごく上品。今日はですね、皆さんにおすすめしたいめちゃめちゃ可愛いワンピース2000お届けしようと思います。また今回から Vlog でちょっと面白い動画も撮ってみたので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速始めていきます。こちらの商品なんですが、ユニクロのプリーツワンピースでナチュラルを購入してみました。こちらがプリーツがすごく上品で、結構おうち感もあって、ストーンと落ちる感じがすごく綺麗なんですよね。そしてこれに同色のパンツを合わせていただくことで、すごくこれもドレッシーになります。そしてですね、もう一つカラー展開ブラックもあるんですけど、ブラックを下に履いてみてもすごく素敵かなと思って買ってみました。こちらのパンツの方も相互もになってまして、内側の方にこういう風な紐もありますので、ウエストのサイズ調整もできます。すごく履きやすいのでとってもいいと思います。はい、着用してみました。こちらはベージュのワンピースにベージュのパンツに合わせてみました。どちらも同系色で大人らしい感じに仕上げています。この生地はすごく着用しやすくて、ちょっとストーンっていう感じも綺麗ですし、本当に着るだけでおしゃれだなと思います。シンプルなんで、こうネックレスとかはちょっと派手めなものがいいかなと思います。ウエストはゴムで縛るようになっています。でちょっと深めのスリットがあります。で気になる方はパンツ履いていただいたらいいかなと思います。はい、すごくこの生地がいいですね。パンツはゴムになっているのですごく楽です。足首ぐらいのちょうど長さになっています。はい、こんな感じで着るだけでおしゃれなんで、これから春先から夏までずっと着用していただけると思います。パンツも3シーズンぐらい着れると思うんで、すごくおすすめです。はい、次はブラックのパンツに合わせてみました。こちらもすごい大人シックな感じで綺麗だと思います。ブラックのパンツはいろいろ上の白の T シャツに合わせてもらったり、いろんな使い方ができるのでお役立ちアイテムかなと思います。こんな感じですね。もうブラックのパンツが好きな方はこれおすすめします。はい、こんな感じで違うカラーと合わせてみてもすごく綺麗だと思います。はい、参考になったら嬉しいです。はい、こちらは GU のシースルーの T シャツにユニクロのワンピースとパンツを合わせてみました。こちらめちゃめちゃ大人かっこいい女性だと思います。こんなコーデもいいんじゃないかなと思ってやってみました。春先でも行けますし、ちょっとした旅行にもかっこいいんじゃないかなと思います。はい、でシースルーなんで、すごく抜け感もありますし、ちょっとまくっていただいてかっこよく決めてください。そしてこのシースルーで首元も隠れますしね、日焼け止め対策にもちょっとなるんじゃないかなと思ったりして、ちょっとかっこいい奥さんみたいな感じでやってみてはいかがでしょうか。はい、すぐ活用できます。はい、次はこちらの髪の毛の分の紹介なんですけど、髪の毛はですね、シエロのヘアカラーミルキーで染めています。明るいピンクブラウンで染めています。こちらのカラーはこのカラーなんですけど、ちょっとだけふんわりピンクで顔が明るく見えるのでおすすめです。そしてですね、これね、こちらで染めると眉毛だけ黒くなるので、こちらのケイトのピンク色のこの
眉毛に塗るやつですね。これを使っています。このピンクカラーがちょうどよくて、これをシュッシュッとするだけで全然垢抜け感が違うと思うので、ぜひもしこのピンクカラー気に入ったら使ってみてください。そしてですね、ブローするときですね、この100円ショップのこのロールブラシを使って風を当てながら根元からブオーンってしています。この根元からの立ち上げでふんわりして可愛くできます。ぜひこのロングの髪の方もやっぱり根元から伸ばしていただくと、やっぱり美しさって出ると思うんで、ぜひお試しください。このチャンネルでは大人女性がスタイルアップできるファッションやコーデを紹介しています。私がいいなと思った美容やダイエットなどの情報も発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回はいつも使っているエアロバイクを紹介します。楽天で買ったもので小スペースになっています。こちらに負荷をかけて漕いで漕いで漕いでしています。最近はもう受験戦争で全くやる暇はなかったんですけど、普段だと1週間に1日おきで 2,30 分するか、もしくは代わりにウォーキングを行くかっていう感じになっています。そうするとやっぱり筋肉が落ちないのですごくいいです。目の前にスマホを置いて韓流ドラマを見ながら20分か30分頑張るっていうのをやっていくと、足の筋肉が落ちないのですごくいいです。ぜひやってみてください。はい、次はこちらのビューのワンピースになります。こちらはランタンスリーブワンピースって言いまして、めちゃめちゃこの袖が変わってるんですよね。ランタンスリーブがめっちゃ可愛いです。でシルエット的にもこの辺がこう細く絞られていて、スタイルもめっちゃよく見えます。で生地も伸び伸びするんで着心地も楽ですし、春先にちょうどいいような暑さかなと思います。真夏にはちょっと暑い生地なんで、ちょうど今着ていただくのにめっちゃいいと思います。で生地感も結構高級感があるので、これはほんまにおすすめです。着心地もこのジャージー生地で伸びてすごい楽なんで、このイエローとかちょっとっていう方は黒とか白もありましたんで、ぜひ袖のちょっと大人可愛い感じをお試しいただけたらなと思って紹介してみました。はい、こちらは GU のシースルーのインナーを合わせてみました。めちゃめちゃドレッシーで可愛いです。まだちょっと春先なので寒い時もあるんで、でもこのランタンスリーブを出したいのでインナーにこのシースルーを着てみました。でこれが長すぎたらちょっとダサいんで、この七分ぐらいちょっと見える感じでシースルー出してあげるとすごく可愛いんじゃないかなと思います。こんな感じでホワイトと合わせても綺麗だと思います。はい、次のコーデです。こちらはシースルーのブラックに合わせてみました。はい、黄色もこのブラックと合わせることでちょっとかっこいい感じになります。で下にはユニクロのパンツを合わせています。で肌寒い春の季節にもこのパンツ合わせることによって屋外のお出かけにもすごくいいなと思います。こんな感じになります。こちらもスタイルがよく見えますので、パーキング方が自然と閉まってますのでめちゃくちゃいいです。はい、でシースルーでちょっと春感も出てますし、まだ寒い季節にもこちらで対応できるので、ちょっと七分ぐらいの感じにして着用してみてください。はい、こんな感じです。今日の洋服は GU のワンピースとカーディガンです。カーディガンはちょうど今の季節にサラサラです。今日は親友も私も1月誕生日だったので、かなり遅い誕生日会です。友達も両親の介護やし、私は息子の受験戦争で
ほんまに大変でした。地獄ですわ。ほんま早ゆっくりしたい。焼肉といってもですね、30過ぎからカルビとか食べるとお腹壊すようになったんですね。だから私はハラミとタンぐらいですね。動画見て気がついたんですけど、思いっきり値札出てました。何の商品かすぐ分かるのでしばらく値札つけてるんですよね。やっちゃいました。好評だったらまた Vlog 撮りますので、よかったらいいねやコメントください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のユニクロのワンピースもめちゃめちゃ素敵です。2980円でいろんな着回しできるし、これからの旅行とかにも使いやすいと思います。そしてランタンスリーブワンピースもお手入れしやすくてシワにもなりにくいので、こちらも旅行とかにもいいですし、この袖がめちゃめちゃ可愛いのでぜひ挑戦してみていただけたらと思います。今回の動画はちょっといつもと変えてみたんですけど、こちらの方が良かったなと思ったらいいねボタンやコメントいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で。ありがとうございます。トゥルリライトゥルリラ、風に吹かれて。